はい、どうも皆さんこんにちは。沖縄大学生ホスネです。先日ね、携帯を開いたらインスタグラムにね、なんかたくさんメールが来ていて、ツイッターとかにもねメール来てたんだけど、琉球大学にね無事に合格しましたとか言って、視聴者の、ね、方からなんかメッセージをねいただきまして、中にはね別にただのね受かりましただけの報告もあったんだけど、中にはねホスネさんのね動画を見て、勇気づけられましたとかね、もう本当か嘘か分かりませんけれども、そういう風にねホスネの動画を見てね受験を頑張りましたみたいな、メッセージをねくれた方もいて、なんかすごいね嬉しくなったわけですけども、そういうね大学に合格した人のねからのねメッセージの中にね、大学にね進学するまでの、入学するまでの1ヶ月の間にね、何かやっておいた方がいいことはありますかっていう質問がありましたので、今日はねその質問に回答してまいりたいと思います。ちょっと私最近さ運動不足なのかな、ちょっといや違いますよ、運動不足っていうか暑いんですよ沖縄って。3月じゃないですか、今3月だけどすごい暑いのでね、ちょっと息切れしちゃうんですけど、すいません許してください。なんか暑いっすよね、日差しが強いから。もうね3月だけどちゃんと日焼け止めを塗っておかないと、なんか肌が真っ赤になってしまうんじゃないかなと思います。今日は私は日焼け止めを塗ってきておりませんので、ちょっとやばいなまあいいや。それで大学に入学するまでの1ヶ月の間、なんか高校のさ卒業式ってなんか早いじゃないですか。なんか3月の初めぐらいにさ卒業式になりますよね。あ違うかな、私の高校の卒業式は3月15日だったと思いますね。あれそんなだったんじゃないかな、ちょっとよく覚えてませんけども、でも雪が降ってたから卒業式の日だから、まあ3月そんなね4月に近くはなかったですよね。3月の半ばぐらいだったかな。それで高校ね、卒業してから、大学の入学式が4月の初めですから、それまで、少なくともさ半月ぐらいは、こう時間のね、猶予っていう言い方が正しいか分かりませんけれども、なんていうんですか、この空いた時間がねできるわけじゃないですか。でそこでね何をするかということなんだけど、それ ねこの期間でねこれをすべきですみたいなことがあればね、2年前のね私が知りたかったよっていう話でありまして、私もよく分かんないですね。でもやるべきことは人によって違うでしょう。ただなんかその相当ね、なんかね大学ですごい難しい勉強をするとかでない限りは、そんなになんかねこの期間もねしっかり勉強すべしとか、なんかそういうことは特にないと思いますよね。なんかゆっくり遊んでたらいいんじゃないですか。だけどなんかやっぱさ大学に入ったらお金がいろいろ必要になるから、バイトとかねしてたらいいんじゃないですかと思って、2年前の私は高校卒業してすぐにバイトを始めました。高校を卒業したのが3月15日で、その翌日はなんか友達と電車に乗って仙台に遊びに行くことになっておりまして、仙台ってあれですよ、東北の仙台ね。なんか当時さコロナがちょっと流行り始めたから、あんまりね不必要に外出するのは良くないみたいな、そういう空気だったんですよ。でも今になって考えるとね、当時はさ埼玉県の感染者10人とかなんかそういう時だったから、別になんかね宝くじに当たるような確率でしかコロナにはならなかったので、今考えれば全然怯える必要なんかなかったと思うんだけども、そうね、当時はよく分かんなかったから、コロナだからね外に出てはいけないとか、なんか怪しいウイルスがあるからね外に行ってはいけないみたいな、そういう時だったので、ちょっとあんまりね旅行するのがはばかられたわけだから、なんか仙台に行くとか言ったらさお母さんに怒られるかなと思って、いや別にそんなことでお母さん怒らないけども、家族にね内緒で朝5時ね次の日翌日にね普通にね家族みんなで朝ごはんを食べるよう風を装って、朝4時ぐらいに勝手に お母さんにね黙って家を抜け出して、それで仙台までね遊びに行ったことを覚えていますけれども、それで朝起きたらさ、だって家族みんな朝起きたら私がいないわけだから、あれどうしたと思って電話したら、いや今もう栃木の宇都宮にいてみたいな、なんかそんなことをねして、なんかこう勝手にね抜け出したことについてね、なんかあんまりお母さんは快く思わなかった、それは快く思わないか、そういうことをねして、仙台に遊びに行ったんですよ。それが卒業式の翌日だったんじゃないかな。でそれで翌日ではないな、翌々日ぐらいかな。でそれで仙台まで行く電車の中でバイト探しをして、なんかさバイト探しサイトみたいなのありますよね、リクルートかな、何だったかな、インディードだったかな、よく分かんないけども、そういうサイトをね調べて、バイトを見つけたわけですよね。なんかこう段ボールを整理する仕事みたいなのを見つけて、それは段ボールを整理する仕事っていうか引っ越しの手伝いっていうことなんだけども、そんなのよく分かりませんから、なんか段ボールを整理するだけでなんか1日1万円とか、なんかそんな楽な仕事があるのかと思って応募したわけですね。でこのバイトがいかなるものだったかについては多分前に YouTube でもう喋ったと思うので、ぜひねその時のね動画をご覧いただきたいと思いますけれども、とりあえず、そんなこんなで、その大学にね入学するまでの半月間で割とお金を稼いだと思いますね。いやでも結局ね沖縄に行くことになって、あれ
琉球大学のね後期の合格発表は3月20日ぐらいだったんですよ。だから2年前私はこの3月10日とかね、このなんかみんながさ卒業してさ大学に合格しましたとか言ってるその時期に大学決まってなかったのよ。だからなんか卒業式の時とかもさ、星音は卒業した後どうするのとかさ誰も聞けない感じじゃん。だって受験の結果が出てないから。だからなんかちょっとなんかさ卒業後の進路の話とかになるとちょっと気まずくなる感じだったのをね、なんか覚えていますけれども、でもだから私はいや琉球大学受験ねしたんだけど、あくまで記念受験みたいなもので、どうせ受からないから私はね東京の大学に行くよみたいな、そういう話をしていました。当時東京の大学はねいくつか受かってたところがあったので、いくつかじゃないんで2個しか受かってないんだけど、受かってたところがあったのでね、東京の大学に行くよみたいな、なんかそういう話をねしていたことを覚えてます。それで何の話だっけ、それでちょっと待って、何の話したか本当に忘れちゃった。そうそれだから私は大学が決まるのがちょ遅かったので、3月20日ぐらいになって、バイト、その時は当時バイトしてましたね。なんかそうバイトしてて、その引っ越しのね手伝いだからさ、引っ越し屋さんのトラックに乗って、なんかその運転手のねなんか怖いさ、なんかこう筋肉でねできているみたいな、体が筋肉でできているみたいな、そういう人と一緒におしゃべりしながらね、いろんなお家を回って引っ越しをするわけですよ。で引っ越しのねドライバーの人に、お前は高校卒業したらどうすんだみたいなことを聞かれて、私は東京の大学に進学しますみたいな、適当な大学に進学しますみたいなこと言って、どこの大学だ決まってんだろうみたいなに言われて、東京の某大学ですって、その私が受かったね大学の名前を挙げて、もうそこにね進学する前提で、いやそうです、行きたかった大学なんですとか、なんか適当な話を合わせてね、そういうふうなことをねしたことを覚えていますよ。それででもそんだから、でも実際ね東京の大学に行くと思ってたんだけど、なんかよくわかんないけど琉球大学に合格したわけじゃないですか。なのでなんかその慌ててね、なんかバイトどころじゃないと思って、だってあと10日後にさ沖縄にね引っ越しをしなきゃいけないのに、なんかこうさ慌ててお部屋のね片付けとか書類のね準備とか引っ越しのね準備とかするのも大変だから、やばいと思ってね、もう本当にやばかったんだけども、なんかその引っ越しの準備が終わらなくてやばいみたいな動画をね撮ってあげたことも覚えてますけども、だからなんだったかな、ちょっとごめんなさい今日話にまとまりがなくて申し訳ないけども、それでねだから慌てて、もうバイトもねすいません、なんかこのね3月の平日毎日バイトしますみたいな勢いで応募したんですけど、ちょっと沖縄に引っ越すことになりましてねとか言ってそれでバイトもねなんか結局、合格発表のあと 2,3 回しかやらなかったと思いますね。それで、なんか半日だけ働かせてもらったりとかして、でもそれでもね半日働いて 6,000 とか7,000 とか、これだけでこんなにお金もらえるのって、世の中ってこんなに甘いのかと、なんかちょっと勘違いをしてしまうレベルでお金がいっぱいもらえたのでね、やっぱ東京っていうのは素晴らしいところですよ。いやでもねその仕事はね楽な日もあったんだけど、めちゃめちゃ大変な日は大変だったし、引っ越しのね誰と組むかがねだいぶ運ゲーっていうんですか、分かりやすく言うとなんかちょっとすごいねなんかこう性格の荒い人とねペアを組まされたりするととんでもなく大変でありますのでね、お前舐めてんのかおらみたいなことを一日中言われ続けるわけですから、そういう人に当たると非常に大変なんだけども、良識のあるね優しい人に当たるととても楽しく、お金を稼ぐことができたのを覚えています。それはどうでもいいんだけど、だから、最初の話に戻ると何をすべきかっていうこと、まず、大学に入るための準備をすればいいんじゃないですか。でもそんなことってする必要あるのかな。私多分ねなんかすごい意識の低い大学生だったので、なんかこう大学についてね情報を収集しようとか、大学での、ね、友達を作るために、あ大学での友達を作るっていうのはありじゃないですか。なんかこうツイッターとかでさ春から琉球大学とかさ投稿してさ友達作る人いますよね。でも実際あんなことしなくても別に本当に友達をね作れるタイプの人は友達できるし、ツイッターとかでねいくら投稿したってね友達できないタイプの人は友達できませんから、あんまねそういうことしてもそんなに意味はないと思いますけど、なんだろうな、人間関係を築くっていうのは早いうちからね同じ大学の人と知り合いになっておくっていうのはメリットはあるかもしれません。別に知り合いになる必要はないけど、私はなんか適当にね琉球大学の学生っぽい人のツイッターをフォローして、その人のね投稿を見て、なんかこうさ今日は履修登録行ってくるとかいうそういうね投稿を見て、何履修登録っていうのをねしなきゃいけないのかと、全然ね大学のこと何も分かりませんでしたので、とにかくなんかこう適当なね琉大生のツイッターアカウントの投稿を見て、今日はこういうイベントがあるのか、じゃあそれやらなきゃいけないんだとかね、なんかそういうことを情報収集していたのを、思い出します。今もそうしてますけどね、あんまり大学に友達はおりませんのでね、だから
大学のこと、あとなんか大学からね、多分なんかいろいろ書類とか資料とか届くじゃないですか。まあ、ああいうの一通り目を通しておけたらね、いいですよね。ちょっと待って、私さ、ちょっと今日急いで帰んなきゃいけないな。ちょっとごめんなさい。じゃあということで、あんま質問に答えてないけども、何するべきですかって言われたら、別にそんなに特にやることはないと思いますよ。自分の好きに、ね、過ごせばいいと思います。私みたいにこう地元を離れて大学に進学する人は、やっぱ地元の友達といっぱい遊んどいた方がいいっすよ。それはそうっすよ。だってあんまり、まあでも どうなんだろうな。まあその思いっきりね、例えば東京からあの仙台に行くぐらいだったらね、そんな新幹線で2時間ぐらいで帰ってこれるから、別にいつでも遊びに来れるけれども、まあなんか隣の島とかね、あのなんかめちゃめちゃ遠いところにね、あの引っ越しする人はね、あのやっぱ最後ね、あのいっぱいね、地元の友達と遊んでいた方がいいっすよ。うん、まあまあ、でも別に、まあちょっとあんまそういう、ちょっとよくわかんないっすね。はい、ということで、あんまりあの明確な答えはないというのが、質問の答えです。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、さようなら。